もうこれ3回目や。ああ、壊せんのよな、ここは。ごめん、もうこれ3回目やから。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと、例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたら、どう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。眉毛が高く。高さがあるのにもうまっすぐ。
で巨人の上で抱きついとったん、いきなり城の上で抱きついとった。いきなりこのシーンだ。エレンだ。エレンはあの時巨人に飲み込まれた。一体何か。これをエレンがやったってことか。お、やめたろ。分析力。確かにこいつは頭悪そうやん。みんな無事でよかった。エレンやミカサはまさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話、すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ気がついたか。エレン、ちゃんと体は動く。意識は正常なの。アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ。なんなんだみんなの目は。まるで化け物を見ているような。イエーガー訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う。貴様の正体は何だ。人か巨人か。質問の意味が分かりません。白を着る気か化け物め。大勢の者が見たんだ。お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな。自分は。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。ああ、こいつら壁守るやつ。ああ、悪く思うな。やったか。なんなんだこりゃ。おい、お前ら大丈夫か。エレン、これは。わからん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。
もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うがアルミンが、もしここで駐屯兵団を説得できると言うなら俺はそれを信じて従う。エレン、お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたい。つそんなことが、いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなく。アルミ、考えがあるなら私も。僕が勝手に思い込んでただけだ。ああ、ごめんごめん。危ない。無力で、走ってまといだと。分かってる。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ！人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン、ミカサ、私はトーニー、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術勝ちを解けます。うっ、予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。いや、もうお前アルミンの味ができる。ごめん、仕草ってこれしかできんやねん。生き延びてやるわ。巨人に会いませんように。エレン、
やる気ないな、あれやな。エアメタル撃ってくれ。